これは毒リンゴを王子様に食べさせて犯罪。はい、それじゃあ3ページ目ステージ11。お、来たよ、アイアイ傘に。なんか向こうに男の子がおるけど、向こうの男の子に持ってかれそうじゃない？かこの服何？あ、レインコート。この手紙は？人の傘をそっと取ろうとしちゃいけないね。で、なんか傘が2つあるやろ、ここに。どうすればいいんやろ。でも傘こんなにいらんよね。で、結局アイアイ傘をするべきなんよね。どうなんだ。で、あ、これで、お、あれって違う人への手紙なんじゃないかな、渡したけど勘違いしてどっか行ったんじゃないの。傘3つゲットしたけど、これでもう障害になりそうなのはおらんなったってことかな。このカッパは、カッパは別に関係ないんかな。これどの傘でもいい感じ。破れてます破れてる。これは大丈夫なんかな。じゃあ待って、じゃあ黒はどうなったん。別に一緒やな。レインコート、どれが正しいんだ。わからん。とりあえず青でいくか。どうぞ。それはさ、かさんとわからんくない。いや、見た目でわかるようにしろよ。スタートせんとわからんやんね、今の。ずるい。じゃあ今回は黒を渡そう。それで大丈夫でしょう。あの男の子がね、使おうとしよったやつやけん大丈夫なはず。さあどうだ、これで。よし。あのカッパは別に何も関係なかったんかな。普通とかあるんかな、もしかして。これも、はい、ステージ12、ボール回し。これもかっこよく決めれるか。もしかしてこれがジャイアン的なやつなんかな違うんかな何あれ、とんがりコーンじゃない、指にはめとる。これで、とんがりコーンはめてこれなんか関係あるかな。とんがりコーン、いや、どうもできんねん。指にはめて、ん、これはなんだ、向こうでなんかサッカーが始まる。あ、これで何、手袋をゲットできて、これとんがりコーン別に関係なかったんかな。これでいけるんじゃない、いけんかな。どうや。お、いけたいけたあれって手袋つけた方がいけるみたいなのあるん、滑り止め的な。はい、ステージ13、ゲームセンターに。お、あれ、さっきこれ、待って、さっきピンクやったよね。なんか今回黄色になっとる。より、しかもちょっとでかくなった。より一層ドラえもんに近づいた感じやね。あれは耳がなくなる前のドラえもんあ、ここに1枚ある。今回は何個あるんかな。あ、なんか変わっとるよ。ここに1個ある。んで、これもやる。何、どれ、あ、
頭に花がついてないやつってことか。あ、あと1回か。いけたいけた。おっと、なにこれ。あ、スティック。え、なにスティックなかった。あ、違う、2つになるってこと。こっちにもある。なんかビューティービューティープリクラ。これはこれをはめてパンチ特に何もって感じやな。ですよね。もうちょい何か、あ、これで鍛えてムキムキになってからのパンチ。おー、いったいった。あ、目から目からコイン出てきた。あー、殴っちゃダメだよ。あー、せっかくここまで来たのに。くそこはダメだね。で、先に片付けて、ここの辺。え、一人？証明写真とかかな。なんか一緒に写りに行ったんやけど、誰だよお前ってならん。いや、なんで嫌って感じになったん。こっちは別に関係ないってことかな。まあ、じゃあこれで鍛えて、とりあえずこれでいこっか。もうね、これで何枚だわ。2、3、4、4枚ってことか。まあ、さっきのより1枚多いよね。そう、ノーミスで行きたかった。あ、バットとかなりたくなかったよ。はい、そしてスティックゲット、とつけて、でこれ入れてくよ。2、3、4、5、シェイケー。ねえ、そっちのスティックつけた意味なんかある？ねえ、何にもスティック使われてなくない？え、なんか違うの取れたんやけど。え、何？怖い。え、何？怖い。どうした？それ本当に取れる？お？あれ？取れてないぞ。おー、なるほどね。そういうね。え、でもさ、あれじゃない？普通はさ、もうあの時点で店員さん呼んだら取ってくれることない？さすがにあれはね。はい、ステージ14、名探偵コナンやん、格好が。あの後ろの3人が容疑者。え、でこれは何、食べられたってこと？なんかゼリーだかプリンだか分からんけど。ここだけ。え、なに？待って、わからないんですけど。え？なんだ？別に何も。なんか、キラキラしたものが取れた。え？スプーン。こいつってことか。待って、このなんだ、スプーンと紙ティッシュかな、それを持っとるだけじゃいかんってことよね。ちょ待って、とりあえず一旦これ取って、でこれ、あ、これを証拠品として。やったな、お前だな。いや、軽、うんうん、めっちゃ軽いやん。はい、
ステージ15公演デート。これは何がどうなったらイケてる感じになるんだ。ペンキ塗りたてってことじゃないこれ。何これ、汚れた髪、汚れとるよねこれ。あー落ちた。何をやろうとしたんだ。人の荷物を漁ろうとしてはいけない。とりあえず、でもこれはね、足元敷きたくない。足元っていうか、お尻の下敷きたくないよね。これは今、なんだ？手に持っとるやつから、落ちてきたってこと？でもあれ包まれとるよね、ちゃんと。とりあえずこれを敷いて、で、こっち自分が敷く？それは別にせん。じゃあこれで OK かな。さあこっちにどうぞ。でも自分のお尻はベタベタになるよそれ。それでいいの？いや自分、とりあえず恥をかくのが自分ならいいってこと？まあ、確かにそれはかっこいいけど、でもいやってなるよね。はい、そして4ページ目。ステージ16、肝試し。なんか手招きしよる、手招き。ひぃ、顔が青くなっ、引きずり込まれるのでは。どこから湧いて出たんだよ。何か邪魔されるってことなんかな。でも別に邪魔されそうなもの何もないけど。なんだ？あ、ティッシュ。あ、これティッシュ求めよる手ってこと？違うと思うけど。でも、あ、おー、オッケーなわけね。あ、なんか懐中電灯くれた。ありがとう。で、懐中電灯。今更って感じやけどね。もうゴールやのに。じゃあこれでもうオッケーか？スタート。幽霊来たよ、幽霊。ペカーって。別に、こんにゃくを粉砕していく必要はないと思うけど。でも何？あのこんにゃくがあの幽霊に見えとったってこと？それはないやろ。はい、ステージ17、バレンタインチョコ。バレンタインに何の関係があるの？100点のテスト。文武両道ですよっていうのを自慢してきよる感じ、あれ。でもあれ、あ、このアイアイがさ、こっちとのやつ書かれとるよ、あの子。なんなんやろ。10点のテストと入れ替えます？そんなことはできないな。これ手袋とボールやけど、人差し指のとこだけ切れとるね。ってことは、多分ちゃんとうまくはできんってことやんね、これ。鉛筆。なんだ？鉛筆。もしかして鉛筆で、いや、関係ないか。なに？なんか風船割ったんだけど。風船を割ったことに何の意味があるんだろうか。全くわからねえぞ。筆箱の中の鉛筆を使って全部割ってみてね。割ったんだよ。何？まだなんか割れるやつがあるとかそういうこと？ではない？全部って書いとったよね。でも全部やと思うんやけどな。全部しか割れんくない？男はハートで勝負。絶対ハートが足りんのやって。ハート、あ、これあった。ハート3つでいけるかな。どうやろ、どう？これでいっぱいになったよ、ハート。
でもこれで最大じゃない？おお、いけたー。ハート以外のもの何も必要なかった。なるほどね。そこにあったんか。はい、ステージ18、演劇スター。王子様になって現れればいいってことかな。ね、これなんか毒リンゴみたいなのあるよ。あ、自分は馬役なんだな。でもそこをちょっと変わってもらわねば。何急に。これは毒リンゴを王子様に食べさせて犯罪で王子様に自分がなってこれでいけるか。ね、ちょっとリンゴむしゃむしゃ食べながら近づいてくる黒子何？出てくんなよ。これで正解なんやね。はい、ステージ19、蜂騒動。え、蜂を退治するってこと？めっちゃなんか自分の周り飛び寄るけど。あちらへどうぞ。え、増えた。増えたよ、蜂。よろしくねえな。蜂の多いとこなんだな。何やってんのあれ。なんか動きよる、めっちゃ。ヘリや、ヘリ。貸してー。さ、これで？入ってくるんか。入ってくるんか。ヘリにビビって近寄ってこんかなと思ったけど、そんなこともない。てか何今給食の時間？こいつが遅いだけ？あ、これ蜂蜜、蜂蜜とかめっちゃ怒らせん？蜂。お、これは？糸。お、糸と蜂蜜。あ、で、ヘリ？ってことか？こういうことか。で、うん、両方とも蜂蜜にくっついた。で、これで出せばいいんじゃない。バイバーイ。でもヘリも一緒に出てったけどね。はい、ステージ20、射的。あ、これは女の子が欲しがった。この子めっちゃこのキャラクター好きやね。あれ大当たりのとこにあっとるけど、大当たりじゃなくてこの子なんやろ。これ何？いた。これはなんだ。普通に狙っても多分いかんよね。なんか石あった。なんか関係あるんかな、これ。ここを狙ってしたら今乗せたこの石が飛んでってあれに当たるとか。それ、こういうことではなく。何なんか他にゲットできそうなものはないな。でもさ、あれないよね。スタートボタンが押せんのよね。ここのボタンってずっとこんな感じやった？ずっとこんな感じか。別に関係なさそうよね。何？なんでスタートボタンが押せないんだ？何かある？いや、別に何もなくない？
何なんだろうか。え、全くわからないんですが。え、全くわからないんですけど。あれ、なんか急激にいけるようになったな。なるほど、こっちの手前とかは無理なんや。え、じゃあ結局あれに当てるしかないってこと？普通に。でもな、何、大当たりに当てたらいいんかな。あれは関係ない。普通にぬいぐるみ当てるのも多分違うよね。まあ、あの、一旦普通に当ててみるか。これじゃあどうすればいいんだ、どうすればいいんだよ。景品を直接狙ってもダメ。もしあの電球が落ちてきたら木の板が動きそう。電球が落ちてきたら木の板が動きそう、どういうこと？電球が落ちてきたら木の枝が動きそう。あの、木の枝の上のやつってこと？待って、とりあえず石を置けたか？うん、置けたね。で、この電球を打つの？いける？おじさん出てきたよ。じゃあなんだ、どうすればいいんだ。何、じゃあどうすればいいの。だって電球がどうたらこうたらみたいな言ったよね。あ、電球じゃなくってあの上の紐の紐というか線の部分を狙うってことかな。なんかちょっとちぎれそうな感じになっとるよね。で、この辺狙うってこと？うわー、いや、でもこれは向こうじゃない？いや、ふーじゃなくて、いやーじゃなくって向こうじゃない？これは